旧 NHK 福山放送会館 NHK 福山支局は広島県の東部地区の報道業務拠点としての役目を受け持つ NHK 広島放送局の支局である。元は広島県ビンゴ南部を放送エリアとした NHK 福山放送局だった。NHK は全局規模で業務見直しを進める中で所有不動産の整理も行っている。その一環として 尾道から1967年に移転開業した福山放送会館の老朽化が深刻になったため2016年1月15日をもって閉鎖しこれに合わせ機能移転を進めた閉鎖により福山には報道と視聴者対応窓口が残るだけとなったなお旧会館閉鎖に合わせビンゴの営業部門は広島局営業推進部へ統合され 会館内の空きスペースを活用していた NHK 文化センター福山教室は2015年10月1日にアイネス福山2階へ先行移転した。また会館内ギャラリーと広島ライブラリー福山文室は2015年11月30日で廃止された。2019年9月から10月にかけて取り壊し、跡地はマンションとなるテレビジョン放送、 FM 放送テレビジョン放送 AM 放送2019年8月から取り壊し跡地はマンション建設ありがとうございます